始まりまして。はい。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい。まだそんなこと言ってんすか。ダイヤ目指そうなダイヤ。いや、ちょっと俺、今、履歴書書くのに忙しいからさ。まあ、働かないでダイヤ行くって話だったろ、お前。楽な仕事ねえかな。ネットで人気になるぐらいだったらさ、堅実にサラリーマンで給料もらって生きて普通に死ぬ方がいいっしょ。ネットで人気になる方がいいんじゃない。はあ、年2回のボーナスで一喜一憂して死にて。俺も笑いとか正直飽きてんだよね。笑いに飽きる。あんなにお前笑いに熱かったのに。しょうもねえっしょ。しょうもねえんだ。インターネットにさ、自分の声乗っけてさ、人に笑ってもらうなんてさ、キリねえっしょそんなの。いや、キリとかの話じゃないから。まず、お前まだそんなことやってんの。まあ、何これ。楽しいよねそれやったら。これやれたら楽しいよ俺が一番。いや、正直俺もなんかうんざりなんだ。もう早く履歴書書いていけよ。就職しろ。言われなくても。言われなくても。お笑いとか寒いっしょ。お前今日死ぬほど滑ったのね。なんでそんなことになっちゃってんのこれ。俺今日本当にもう一切ユーモアゼロでいくから。残念ですよ。証明するために、しりとりでもしよっか一回。ああ、しりとりね、いいよ。じゃあしりとりに定番の5から。ゴリララッパッショショとかいらねえよ。こういうとこでさ、ラから始まる珍しいこと言ってさ、受けとんのとか寒いっしょ。お笑いって寒い。お笑いって寒いんだよ。やっぱ今は就職っしょ。今はとかない。就職に。就職の方いいの。就職よ。それに気づいてないやつはもう、ね、二流。いや、それに気づいてないやつはニートです、ただの。二流とかじゃないです。ほら。ええ、パーだよ。はい。まだしりとりはやるんだ。これでパンツ。パンツ。はあ、二階堂さん。はい。積み木っしょ。パンツってきたらさ、ここで、つから始まる、面白い言葉で返すのとかもう寒いんだよ。いや、なんなんだこの熱量はよ。しりとりはもう十分だよ。十分かな。まあでもお笑いさ寒いと思ってるのは分かった。確かに俺もうお笑い寒いと思ってるからさ、正直お前が大喜利のお題出してきても、まともに取り合わねえよ。面白い答え言わねえよとかじゃなくて、取り合わねえのこれ。まともに取り合ったりしねえよ。あ、そうなんだ。うん。こんなコンビニは嫌だ。こんなコンビニは嫌だ。当たるそう。二階堂さん。はい。はい。取り合っちゃってるけど大丈夫かなこれ。はい。こんなコンビニは嫌だ。周りが崖で囲まれている。そんなだるさ。やっぱお笑いとか寒いっしょ。寒いっしょとかじゃないでしょね。お笑い寒いっしょ。二階堂さん、答え方とかもあるだろうが。大喜利はこんなおにぎりは嫌だ。こんなおにぎりは嫌だな。はあ。二階堂さん。はい。はい。はい、小野木さん、こんなおにぎりはやだ。一度
地面に落ちちゃっている。大喜利とか寒いっしょ。なんで答えはすんだよこっち。ちゃんとなんかダメじゃん回答。こんなおばあさんは嫌だ。こんなおばあさんは嫌だ。はーい。はい、こんな、はーい。こんなおばあさんは嫌だ。息継ぎをしないで泳ぐ。なんか始めてない？お笑い。え？いや、お笑いしてましたよ。はい？お笑いしましたよ、あなた。あ、お笑いしてた？はい。お前相当失礼なこと言っちゃってんな。お笑いしちゃってた？はい。お前さ、それ隠れキリシタンにさ、うん、え、ちょっと踏んじゃってましたよって言ってるようなもんだけど、お前。全然ピンとこねえ。あ、何が？あ、ピンとこなかった。え、それは俺のじゃあ。ピンしたんじゃん、お前。お笑いやる人じゃん、じゃあ。あー、そういうことね。あ、じゃあ、うん、俺がピンとこない例え、そして、的外れなこと言ってしまいました。うん、申し訳ございませんでした。これで OK？ あ、謝罪した。うん。うん、失礼いたしました。うん、こんな謝罪会見は嫌だ。こんな謝罪会見は嫌だね。はい。二階堂さん。はい。あ、もう結構。はい。はい。こんな謝罪会見は嫌だ。リモート。お、やってるし、やってんじゃん。何がよ。は、やってるってなんだよ。ちゃんと、は、いや、お前ちゃんと考えていいの出してんじゃん。なんか出してねえよ。は、お前それさ、失礼すぎるぞ、さすがに。え、それ、うん、ラーメン屋の大将に、うん、すいません、ラいや、お前笑っちゃってんじゃねえかお前さ。こんなハプニングあっていいの？ラーメン屋の大将に何があったんだよ、おい。ラーメン屋の大将にどう、なんだよ。何したのと同じなんだ、今の。ダメ。お前、ラーメン屋の。何？ラーメン屋の大将にさ、お前。うん、すいません、ラーメンなのに2本だけお蕎麦入っちゃってますっていうようなもんだぞお前。どういうことしたの俺今。え、例え合ってるほんで。ああ、俺例え間違ったんだ。うん、じゃあ間違った例えをしてしまいました。申し訳ございませんでした。まあ、いや、いいけど別にその謝るまではしなくて。あ、こんなラーメン屋は嫌だ。こんなラーメン屋は嫌だ。二階堂さん。はい。はーい。それなんなんだよな。その、俺の目を見て手あげるやつ、お前、それ。もろんけさん、こんなラーメンは嫌、ラーメン屋は嫌だ。ラーメン丼に、お蕎麦が2本だけ入っちゃってる。お前、やっちゃってるってめっちゃね。は？何が？は？めっちゃお笑いそれね。は？その、あの、いや、天丼みたいなことしてんじゃん、なんかその。天丼？うん。お笑いの技術みたいなのもやっちゃってんじゃん、もう。は？天丼？は？天丼って言うんだよ、同じことやるやつ。お笑い用語です。同じようなもんってことね。そう、同じようなもん。同じようなもんっていうか、うん。じゃあ、浅田真央と浅田舞みたいなこと。全然違えだろ。え、じゃあ、朝倉未来と朝倉海みたいなこと。いや、あそこも全然毛色違うから。あ、そうなの？なんで兄弟で例え、お前やっちゃってるよ、お笑い。今、あ、そうなの？いや、うん、やってねえけど。やってねえ。今、お笑いしてるよ、お前。いや、確かに、うん、朝倉未来と、うん、浅田舞ちょっと付き合ってたけど、それはやってねえ別に。やってんじゃねえか。やってねえよ、なんだよ、失礼だな。やってねえよ。確かにだよ。やってねえよ。
やってんじゃん。そこの部分は確かにもしかしたらこれお笑いに引っかかっちゃってるかもしんねえって、一瞬不安にはなったけど、やってねえよ。覚えてねえよ、誰も。まずく。ニカムの日常スタンプ、買いたいです。売ってください。売ってください。私目に売ってください。私目に、私なんかに、私にかも、もったいないですけれども、私なんかが、私なんかに、買えるかわかりませんけど、買えるかわかりませんけど。